本日は僕たちの結婚式にお集まりいただきましてありがとうございます。一体何を話すのだろうかと様子を伺っていると、彼はとんでもないことを言い出した。嫁はしっかり僕がしつけます。余計な金を使わせないように遊びにも行かせず、そして家事だけをさせますから。私は開いた口が塞がらなかった。私が固まっていると鬼の形相で怒っている父がこちらにやってきた。父は彼に詰め寄ってこう言った。貴様勘違いするなよ。今までの話は全て白紙に戻させてもらう。私の名前はみゆき、28歳の会社員だ。私は現在父が経営する会社で働いている。父の会社は結構大きな会社であり、社員の数もかなり多い。私はいわゆる社長令嬢なのだが、それでも私は両親からそういったことを自慢せずに自立した心を持って生きろと言われてきた。子供の頃のお小遣いだって毎回平均額を渡されていたから、周りの子たちと同じようにうまくやりくりしながらお菓子とかを買っていた。だけど勉強だけはしっかりしなさいと昔から家庭教師をつけられたり塾に通っていたので、そういった教育面ではかなり恩恵を受けていたと思う。そのおかげで私は高校も大学も超難関校に進学することができた。そして大学を卒業後は父の会社で働き始めた。それは父との約束でもあった。将来的に父の会社を継ぐかどうかは決まっていないが、それでもせっかく優秀な大学に出たのだから、父の会社での仕事を一通り覚えておいた方がいいということになったのだ。私は就職してから一生懸命に働いた。社長令嬢だから仕事ができなくても仕方ないなんて思われたくなかったのだ。父ももちろんそれを望んでいたし、部長とかにも厳しく指導するように言っていた。おかげで私はきちんと仕事を教えてもらい、時に厳しく注意されながら成長していった。そんな中で私は取引先の会社の担当者である啓太さんと仲良くなった。彼は私よりも2歳上で、そして大学が同じだった。しかも同じ経営学部出身ということもあり、一気に親近感が湧いて仲良くなったのだ。それから私たちは2人で食事に行ったりデートに行くようになり、交際がスタート。啓太さんは年上なだけあって紳士的で、引っ張っていってくれる男らしさもあった。そして私たちは順調に交際を重ねていった。ある日、私は彼から付き合って2年の記念日に高級レストランに行こうと誘われた。その時は普通に記念日の食事に行くものだと思っていた。だがそこで彼はいきなりプロポーズをしてきたのだ。みゆき、俺と結婚してほしい。え？俺には君以外考えられないんだ。嬉しい。私も啓太さんと同じ気持ちだよ。本当？やった。啓太さんからプロポーズをされて私はとても驚いたが、すごく嬉しかった。こうして結婚することになった私たち。だがここからが大変なところだ。というのも私の父は経営者だ。そのため簡単に結婚を許すとは思えない。私は家のことは軽く啓太さんに話しているが、両親には彼のことを話してはいない。もしかしたら父はお見合いとか、どこか取引先の御曹司とか、そういった人との結婚を考えているかもしれない。私がそのことを伝えると、啓太さんはちょっと緊張した様子になりながらも、それでも俺はみゆきと結婚したいし、必ず君のお父さんとお母さんを説得すると誓うよ、と言ってくれた。私は彼の言葉を信じて、二人で意を決して結婚の挨拶をすることに。まずは事前に両親に結婚を考えている人がいることを伝えた。予想通り両親はとても驚いていた。一体どういう人なんだ？父は鋭い目つきで私にそう聞いてきた。とても優しくて誠実な人だよ。取引先の〇〇会社に勤める課長さん。はあ、あそこは大手だから、そこで課長を務めているのはなかなか優秀じゃないか。とりあえず一度会ってみよう。私は父がそう言ってくれてほっとした。そして後日、私は啓太さんを連れて実家へ。はじめまして、啓太と申します。あらあら、そんなに固くならなくていいのよ。よく来てくれたね。さあ上がってくれたまえ。私の両親との初対面に緊張している彼だったが、食卓についてお茶菓子を食べながら話をしていくうちに少しずつ緊張がほぐれてきたようだ。
自然な感じで話をするようになった。彼の爽やかさや人柄がいい雰囲気は私の親にも伝わったようだ。君はとてもいい人のようだ。まだすぐに結婚を認めるわけにはいかないが、それでも前向きに考えたいと思うよ。ありがとうございます。まあ、厳しい父だからすんなりとはいかないとは思っていたが、こうしてとりあえず彼のことを気に入ってくれてよかった。ふう、緊張したな。啓太さん、お疲れ様。やっぱり社長なだけあってなかなか圧があったね。まあね、社長を誰に継がせるのかとか、そういった部分が関わってくるからね。そうか、みゆきと結婚したら俺は社長を継がないといけないのか。あ、いや、そんなこと考えなくていいからね。私が継ぐ可能性だってあるし、今いる会社の人から新しい社長を決める可能性だって全然あるから。なるほど。でも俺はみゆきと結婚するためなら会社を継ぐ覚悟だってあるぞ。え？もし誠意を見せられるなら、今から転職をしてみゆきのお父さんの会社に入ったっていい。本気で言ってるの？ああ、もちろんだよ。これからパートナーになるんだ。お互いにとっていつもベストな選択をしたいだろう。ケイタさん。私は彼の思いや言葉に感銘を受けた。ここまで私たちの未来をちゃんと考えてくれているなんてとても嬉しい。私は彼がそのように考えていることを父に伝えた。すると父も興味を持ってくれたようで、今度私たちと両親の4人で食事会をすることになった。その際も彼は両親とちゃんとコミュニケーションを取ってくれて、父もかなりいい印象を持っていた。ケイタ君、みゆきと結婚して私の会社を継ぐ気があるというのは本当かい？はい、もうすでに今の会社を辞める退職届も準備しています。そこまでみゆきと私の会社のことを思ってくれて嬉しいよ。でも君の仕事ぶりを見てからでないと後を継がせるのに値するかは判断できない。仮に今の会社を辞めて私の会社に来ても社長にはなれない可能性はあるが、それでも辞める決断はできるかい？はい、もちろんです。ケイタさんはまっすぐに父を見てそう答えた。どうやら本気のようだね。わかった。それじゃあすぐにでも君を契約する手続きをしよう。もちろんみゆきとの結婚についてもほとんど決まったと考えてくれて構わない。ありがとうございます。精一杯頑張らせていただきます。父に認めてもらえて、ようやく私たちは結婚することが決まった。そして私たちは結婚式よりも先に婚姻届を出すことになった。結婚式は彼が社長である父の娘と結婚するのにふさわしいと会社の人たちにも示してからでないと格好がつかないという話になり、彼が働いて少し経ってから行うことになったのだ。でも私はとりあえず啓太さんと結婚することができて嬉しかった。職場の人たちに隠しているとはいえ、二人で一緒に暮らし始めているので、すでに幸せな新婚生活を送っている。夫は転職してから一生懸命に働いていた。もともと大手企業で課長を務めていたから、周りからの期待値も最初から高かった。そして働き始めて数ヶ月でちゃんと実績を残していたので、夫は職場内でいい評価を得ることができた。父もその様子を見て満足したようで、私たちはついに結婚式を挙げることになった。みゆき、とても綺麗ね。ありがとう、お母さん。一緒に選んだウェディングドレス、とっても素敵だよ。あんなに小さかったみゆきがもう結婚するなんて、時が経つのはあっという間ね。そんなこと言ってたら、あっという間に孫もできて、その孫も大人になっちゃうよ。そうね、孫が結婚するまで生きていたいわ。生きてもらわないと私困るよ。お母さんにはいつまでも元気でいてほしいからね。私は母とこのような会話をしながら、とても幸せな気分を味わっていた。結婚式には新郎新婦の両親はもちろんのこと、会社の社員やお互いの友人たちなど大勢の人が参列してくれた。そしてみんなに温かく見守られながら結婚式が始まった。バージンロードを歩き、そして誓いのキスをしてみんなに祝福された。その後会場を移動して披露宴がスタート。だがここで予想もしない出来事が起きたのだ。私と夫が新郎新婦の席に座ると、なぜか夫はスタッフの人にマイクを要求した。そして披露宴が始まってすぐにマイクを握って、こんなことを言い出した。本日は僕たちの結婚式にお集まりいただきましてありがとうございます。
一体何を話すのだろうかと様子を伺っていると、彼はとんでもないことを言い出した。嫁はしっかり僕がしつけます。余計な金を使わせないように、遊びにも行かせず、そして家事だけをさせますから。私は次期社長としても夫としても威厳のある人物になりますよ。そして私の親戚たちが自慢できる存在になります。私は開いた口が塞がらなかった。この人はいきなり何を言い出すのだろうか。私が固まっていると鬼の形相で怒っている父がこちらにやってきた。父は彼に詰め寄ってこう言った。おい、いきなり何てことを言ってるんだ。父が怒っても夫は動じなかった。お父さん、落ち着いてくださいよ。私はただ事実を告げているだけですから。これからは私は威厳のある夫としてあなたの娘さんをしっかりとしつけますから、まずは会社を辞めて専業主婦になってもらいます。旦那が次期社長なんですから働く意味はないですしね。なんでそんなことを勝手に決められなければいけないのだろうか。父はもう我慢の限界だったようで、頭から湯気が出てきそうなほど顔を真っ赤にしていた。貴様、勘違いするなよ。今までの話は全て白紙に戻させてもらう。貴様は社長どころかクビだ。父がそう言うと、夫はそれを鼻で笑った。それは勝手な理由すぎますよね。私の発言が気に入らなかったからといってクビにするなんて大問題だと思いますけど。それに私はもうみゆきさんと婚姻届を出して夫婦になっています。結婚してたった数ヶ月で娘さんの戸籍に罰をつけるんですか。あなたは私を社長にせざるを得ないし、もししないのであれば私はあなたたち一家の財産の恩恵を受けるだけです。夫の発言に父は目を見開いた。貴様、最初からそれが狙いだったのか。なんてひどい人だ。ケイタさん、本気でそんなことを言ってるの？あなたは一緒に暮らしているときは家事だって分担してくれてたじゃない。はあ、笑わせるなよ。そんなの油断させるために我慢してやってただけに決まってるじゃないか。いいか、結婚式が終わったらあの家には俺の親も一緒に移り住む。お前は家の家事と母さんたちの世話もするんだよ。そんな。私は頭が真っ白になった。私も父も騙されていたのだ。この男は表面的にはとてもいい面でいて、中身はゲス中のゲスだったというわけだ。大会社の社長の娘がたった数ヶ月で離婚なんて世間のいいゴシップネタですよね。そのように挑発してくる夫、私たちにはなすすべはないのかと思ったその時、披露宴会場の扉がいきなり開いた。ああ、やってるな。会場全体が入ってきた人物に注目する。私と父はその人物を見て驚いた。お兄ちゃん。たかし。なんとそこに現れたのは私の兄のたかしだったのだ。実は兄は父から会社を継ぐように言われていたのだが、それを拒絶し、大学を卒業してすぐに海外へと渡っていってしまった。兄は昔から縛られるのが嫌いで、まずは自分の目でいろんなものを見たり触れたりしたいと言っていた。もちろん後を継いでほしいと思っていた父は兄に大激怒し、二人は仲違いしたまま約10年ほどが経っていた。今回の結婚式の招待状もどこに住んでいるのかわからないから送れなかったのだが、どうやって知ったのだろうか。みゆき、結婚おめでとう。お兄ちゃん、どうしてここに？ああ、母さんが教えてくれたんだよ。え？実は兄は母とはずっと連絡を取っていたらしい。サプライズで登場しようと思ったんだけどさ、タクシーが渋滞に巻き込まれちゃって遅れちゃった。高橋、お前。父さん、久しぶり。ああ、元気だったか。うん、元気にしてたよ。そうか、それならよかった。あれ、怒らないの？私もあれから反省した。息子の将来を親の都合で勝手に決めるのは酷だなと。父さん、俺も父さんの会社を守りたいという思いをちゃんと考えずに家を飛び出してごめんなさい。俺、実は父さんの会社を継ごうと思ってるんだ。え？本当か？ああ、今まで好き勝手やらせてもらった分恩返しをしないとね。高志。私たちが久しぶりの再会を喜んでいると夫が口を挟んだ。ちょっと、今は披露宴中なんだから感動の再会は後にしてくれないかな。こいつのこと完全に忘れてた。すると兄が目を見開いた。あれ、
あんたどっかで見たことあるな。はい、何かの見間違いじゃないのか。俺はあんたの顔なんて見てないぞ。いや、直接話してはないよ。一方的に見たんだ。ああそうだ、昨日の会員制のバーで見かけたんだ。あれ、でも一緒にいた女性はみゆきじゃなかったよな。兄の発言に夫の顔が青くなる。何を言ってるんだよ、変な言いがかりをつけるんじゃねえよ。夫はそう言ったが、この状況の突破口を見つけた私と父が逃がすはずもなかった。ケイタ君、どういうことかね。君は不倫をしていたのか。もしそれが本当ならば離婚をすることができるわね。旦那の不倫が離婚事由ならば、私や父に落ち度はないし、世間から叩かれることもないわ。いや、俺は不倫なんかしてないぞ。それはちゃんと調べればわかることだ。その時兄が、あっと言ってあるテーブルを指さした。あそこに座ってる女性だよ、彼と一緒にいたの。はあ、あそこは私の会社の社員たちの席じゃないか。つまり啓太君は社内で不倫をしていたというわけか。あ、いや、その会社内での不祥事に関してはそれ相応の処分を下さないといけないな。君には地方の支社に移動してもらおう。そして減給処分だ。そんな待ってくださいよ。それじゃあ前の会社に勤めていた方がマシだったじゃないですか。いい加減にして。あなたは自分でこのような状況を作ったのよ。結婚式も台無しにして、私や私の両親に恥をかかせて地獄に落ちろ。私の怒声に夫はびっくりして尻餅をついた。私はマイクを握りしめて会場の人たちに向かって話し始めた。皆さん、ご迷惑をおかけして大変申し訳ありません。結婚式は中止にします。ご祝儀はお返ししますので、今日は食事会としてお楽しみください。会場はざわついていたが、夫があれだけ醜態を晒した以上、私たちに同情するような雰囲気が強かった。夫は義両親に連れられて会場を去っていった。その際に周りからはかなり冷たい目で見られていて、特に夫の親戚たちは夫と義両親のことをにらみつけていた。その後、私は夫に離婚を要求し、夫と不倫相手に慰謝料を請求した。元夫はこれ以上事態を悪化させたくなかったのか、離婚にすんなりと応じて慰謝料も支払ってくれた。そして地方の支社へと行ったのだが、そこでもすでに元夫の話は広まっていて、職場でかなり冷たい目で見られているらしい。その結果、1ヶ月も経たないうちに元夫は会社を自主退職し、現在は実家で引きこもっているそうだ。自業自得だし、本当にいい君だ。一方、私は罰がついてしまったが、それでも今回のことをきっかけに兄と父が仲直りをして、家族がまた一つになったのでよかったと思っている。現在は父の会社で兄と一緒に働きながら、父の会社をさらに良くするために頑張っている。そして定期的に家族で集まり、食事をしながら家族団らんで幸せな日々を過ごしている。まだ20代なので、このまま仕事に打ち込みながら恋愛はゆっくりと慎重にしていこうと思う。結婚してから本性を出すのはやめてほしいですね。しかも結婚式であんな言動をするなんて、ちょっと頭がおかしいと思います。罰がついてしまったことは残念ですが、それでも早くに縁を切ることができてよかったのではないでしょうか。お兄さんとお父さんが仲直りできてよかったですね。これからも家族仲良くしながら、いつか素敵な男性を見つけて幸せをつかんでくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。